寒油寒油は、タラや、サメ、エイの肝臓に含まれる液体、及び、それから抽出した、脂肪分。サメやエイなどの軟骨魚類は浮き袋を持たないため、海水より、比重の軽い油を肝臓に蓄え、浮力を得ている。また、無学類の一種である、ヤツメウナギからも寒油が抽出される。主な成分に、ビタミン A、ビタミン D、スクアレン、 アルキルグリセロール類、脂肪酸があり、医薬品やサプリメントとして用いられる。日本では、明治17年に、初めて国産肝油コットレバーオイルが、伊藤仙太郎商会より発売された。この当時、肝油生成は完全な生成でなく、肝油独特の周期が残り、現在のような甘みも含まれていない、液体薬品であった。明治41年、 初代帝国大学医科大学薬物学教授であった高橋淳太郎の草案した生成方法により重量で消化性の良い肝油の抽出が可能になり三協薬品合資会社から発売された肝油に糖分を加えたのは高橋市改良肝油が初めてで液体肝油シロップの原型が出来上がるその後1911年に 現在の河合製薬が成分を長期に安定化する技術を開発、ドロップ化に成功した。本来は液体のまま服用するが、ドロップに甘みをつけたことから爆発的に普及し、肝油イコールドロップのイメージが固定化した。太平洋戦争後には学校給食などの栄養補助として用いられた。現在では河合製薬のドロップ以外にも深海ザメの肝油カプセルなど、 多くの会社から多様な製品が供給されている。なお、現在の河合製薬の簡油ドロップは、魚の油からではなく、日本薬局型に沿って作られたビタミン類を混ぜ合わせたビタミン剤である。河合製薬の製品には、カルシウム主体のものや、ビタミン C 主体のものもある。医薬品の主な効能は取り目、来る、病の予防。 目の乾燥感の解消などが挙げられる。用法、容量を誤って服用した場合、ビタミン A の過剰摂取により急性中毒や慢性中毒を引き起こす可能性がある。この他に、下痢、腹痛、嘔吐、皮膚のかゆみなどが発症する場合があるが、一時的なもので自然に治る。アルキルグリセロール類には、血小板活性化因子の生産を促進させ、白血球、 結晶板を増加させる作用があることが分かっている。デンマークの研究では、子宮がん患者の放射線治療での副作用が軽減したことが報告されている。日本では B 型、C 型慢性肝炎患者で自覚症状、肝機能指標の改善報告がある。基礎研究では、肝臓がん膀胱がんなどの血管申請を阻害することが認められた。しかし、 がん患者での臨床試験では明白な有効性は確認されていない。h t t p n d b n a r l u s d a g o v スラッシュ。かんばらきよしか、サプリメント辞典、平凡者 2004p224ab かんばらきよしか、サプリメント辞典、平凡者2 0 0 4ピアニッシモ、224から225ありがとうございます。